イライラするわね。おいバナ、何やってんだよ。イライラしてたから人形殴ってたのよ。おい、人形の気持ち考えたことあんのかよ。かわいそうだろ。はあ、人形に気持ちなんてあるわけないでしょ。バカじゃないの。じゃあ作った人の気持ち考えろよお前、最低だな。はあ、ケイタあんなすごい勢いで出てっちゃって心配だわ。ちょっと探しに行きましょう。ああ、世の中物を大切にしないやつばっかりだな。よし、そういうやつ注意しに行くか。おい、お前何やってんだよ。何ってノクソしてんだよ、見たらわかるだろ。ああ、こんなところにうんこしたら草さんがかわいそうだろ。草さんの気持ち考えろよ。はあ、何言ってんだお前、ケツ拭いてっからどっか行ってくれ。ああ、おい、こんな汚いケツで拭かれてトイレットペーパーさんがかわいそうだろ。ああ、かわいそうに。ああ、汚ねえな、気持ち悪いな。うるせえ、物の気持ち考えろよ。ケイタ、ケイタ、ケイタどこにもいないわね。とりあえず疲れたからタバコ吸いましょう。おい、お前何路上規制してんだよ。週刊誌にいるぞ。何よケイタ、そこにいたの。ああ、てかタバコさんかわいそうだろ。ライターで火炙りにされた挙句、命をどんどん吸い取られていく。何よ、タバコってそういうもんでしょ。おい、おいおい、こんな熱いタバコの火を灰皿さんにこすりつけたらかわいそうだろ。灰皿ってそういうもんでしょ。なんだって人間はこんな自分勝手なんだ、ちくしょう。あー、いろんなものがかわいそうで仕方ねえぜ。もう家に帰ろっと。はい、クソタクシー。おい、あっちからタクシー乗せてくれよ。あ、おい、こんな汚い靴で運転したらペダル線がかわいそうだろ。僕、何言ってるのかな。乗らないならもう行っちゃうよ。あ、話そらしてんじゃねえよクソじじい。てかお前めっちゃ足くせえな。こんなくせえ足に履かれてる靴がかわいそうだ。よこせお前。ちょっと僕も待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと、あー、世の中にはいろんなひどいやつがいたもんだな。あ、あら、ケータおかえり。ケータ、さっきはごめんね。人や物の気持ちを考えてあげれなくて。おう、分かりゃいいんだよ。じゃあさ、ケイタはママが YouTube でアンチコメと書かれてることについてはどう思う？あー、お前は別にいいんじゃない？てかアンチコメと書いてるの全部俺だし。はぁ、なんでやねん。楽しい歌。おい、ヘイクソタクシー。どこから来た？いや、いいよ、いいとこ、あの、NG 集で使えるわ。どこ開けとんねんで使えるわ。タイミングは今ぐらい。サンバー！